こんにちは扉システムズ株式会社代表取締役社長の秋田敦史です本日は2020年第一四半期決算説明資料についてご説明させていただきます本日の決算説明の流れですが初めにハイライトをご説明した後にイレギュラーではありますが4番の通期業績見通しについて ご説明させていただきますその後2番の2020年10月期第1四半期決算概要3番の2020年10月期第1四半期アクション計画の進捗状況までご説明させていただきます5番の事業概要と競争優位性につきましてはそれ以降の資料は参考資料とさせていただきまして説明は割愛させていただきますまず当社の 企業理念を説明いたします私たちの生活私たちの世界をより良い未来につなぐ扉になるという企業理念のもと、テクノロジーで社会課題の解決に挑んでいきたいというふうに考えておりますではハイライトの説明です当第一四半期は売上高は計画通り営業利益については計画を上回る成果を達成できました売上高は二億七千万円 全四半期から4.6%増加しております。営業利益は1億円、全四半期から14.9%の増加となりました。また、当期のアクション計画として既存収益基盤の拡大将来の成長への投資内部体制の拡充の3点を掲げており、それぞれのハイライトをご説明いたします。 既存収益基盤の拡大については月間利用者数500万人を突破いたしました将来の成長への投資としては法人向け新サービス「トビラフォンクラウド」を2020年3月下旬に発売予定で計画通り研究開発への投資を進めております内部体制の拡充については経営ガバナンスの強化として元マネックス証券副会長の田名氏を 社外取締役に招聘しておりますでは2020年10月期の通期業績見通しについてです売上高営業利益の進捗状況は順調でして通期業績見通しに変更はありません繰り返しとなりますが売上高は通期の業績予想が12億2700万円に対して当第一四半期が 2億7000万円進捗率は22.1%営業利益については通期の業績予想が4億6800万円当第一四半期が1億円で進捗率は21.5%となりました当社はストック型のビジネスモデルとして四半期ごとに積み上がる特徴がありますのでこの進捗率は当社としては計画通りでございます 現在国内では新型コロナウイルスによる経済活動への影響が懸念されており投資家の皆様におかれましても当社の業績見通しにどの程度影響が発生しうるかご心配されていらっしゃる方も多いかと存じます。まずマクロ環境としての認識としては2019年の消費増税に伴い2019年の10月から12月の GDP は 5市半期ぶりのマイナスとなりさらにこの2月から3月にかけて新型コロナウイルスの影響が大きく経済活動に影響を与えている状況でございます当社としましては売上営業利益ともに,共に当初計画を変更しておりませんがこれは主力サービスにおけるビジネスモデルが景気等に左右されにくい安定的かつ利益率の高いことが理由となります 月間利用者数はむしろ増加のペースを早めておりますし当社の事業は減速傾向はありません今後の事業計画に大きく影響を与えそうな新たなリスクも今の時点では見受けられない状況ですまた事業継続性についても2月下旬より在宅勤務や交代勤務混雑時を避ける出勤形態などに素早くシフトしており社員への感染を防ぐと,とともに問題なく業務の遂行もできております 時間短縮社員や自宅勤務社員が今回の勤務形態の変更で不利益にならないように最大限配慮しておりパートアルバイト等の臨時社員も含め勤務時間が少なくなった社員に対しても従来通り満額給与を保障しており社員とのエンゲージメントは高い状況にあります。新型コロナウイルスに対する具体的な対応は以下のとおりとなります。 交代勤務、テレワーク、時差勤務、休業手当100%保証などを充実しておりますここからは CFO である後藤より決算概要についてご説明をいたします2020年10月期の第一四半期の決算概要についてです業績サマリーの一つ目は 対前四半期の推移及び前年同期比についてのご説明です。第一四半期の売上高は2億7千万対前四半期では4 6。.6% の増加で私たちの計画通りの増加ペースとなりました。営業利益については、計画以上の増加ペースを実現できております。対前四半期で売上高が。 1> 約1200万増加しているのに対して営業利益は約1300万と売上以上の増加額となっておりますこれは私たちの主力サービスであるストック型のビジネスこれが非常に高い利益率となっておりまして加えて計画的なコスト管理能力この二つによって実現できたものでございますコストについては使うべきところにはしっかりとお金をかけ 優先度の低いテーマの見送りや相見積もりの徹底等による厳しいコスト精査で計画的にコストを管理を実現できております一方で前年同期比で見ますと売上高は26.1%増加しておりますが営業利益は2.5%の減少となっております。 昨年の第一四半期は未上場でしたのでコスト体質が非常に軽かったというのが一つのポイントです2 0 1 9年4月以降人員の増加や各種活動経費が増加しておりますまた会計上のテクニカルな要因ではありますけれども上場したことに伴い外形標準課税というものが適用されております これによって昨年の第一四半期では法人税として計上されていた一部の金額がこの四半期では販売費及び一般管理費として費用計上されております仮に同じ基準で比較したということであればこれは減益ではなく増益の基調を保っております業績の推移を見ていただく上では 上場後の2019年第3四半期以降の推移で見ていただく方が正しく私たちの業績推移をご理解いただけるものと考えております。私たちは2019年4月に上場しておりましてちょうど2019年の第3四半期以降が上場後のコスト体質ということになっております。上場後は一貫ししてて増収増収益の基調を維持おおりますなお当 当期純利益につきましては75%対前四半期で伸びておりますこれは昨年の第4四半期が内部留保金課税を計上しておりまして一時的に当期純利益が低くなっていることが要因となっております業績サマリーの2点目は今期の業績予想に対する進捗率の状況でございます 売上高は通期の業績予想が12億2700万に対して当第一四半期が2億7000万進捗率は22.1%となりましたまた上期の業績予想値は5億6900万ですので上期業績予想に対する進捗率は47.6%となっております。当社はスストック型のビジネスモデルとして 市販機ごとに売上利益が積み上がっていく特徴がありますのでこの進捗率は当社としては計画通りでございます営業利益につきましては通期の業績予想が4億6800万当第一四半期が1億ですので進捗率は21.5%となりましたまた上期の業績予想値は2億200万ですので 上期業績予想に対する進捗率は四十九点四パーセントとなっております。先ほども申し上げましたが、四半期ごとに積み上がる計画ですので、この四十九点四パーセントは私たちの計画からすると上振れて推移しているという状況でございます。売上の内訳についてのご説明です。 すべての内訳において当社の計画通りの進捗となっておりますが中でもモバイル向けフィルタサービスにおいては月間利用者数が順調に増加しており当第一四半期よりソフトバンク株式会社および KDDI 株式会社のプラスメッセージ向けの迷惑フィルタ機能の提供を開始するなど新たなサービスの開発・提供も積極的に行っております。 その他に含まれる事業については当第一四半期に一時的なスポット案件が発生したことで対前四半期では27%増となっておりますが今後は積極的に展開しない方針でありますので通期では前年に比較して縮小する見込みであります。 その内訳は主力,の主力の迷惑情報フィルター事業が700万円の増加その他事業が500万円増加したのに対して原価が500万円のコストアップ販管費は500万円減少しております原価が増加した主な要因は新たな成長事業への投資を推進したことで従来は既存の事業のソフトウェア開発として 資産計上しておりました労務費の割合が研究開発等に振り分けられた結果資産計上比率が低下しておりますその結果労務費が原価として計上される割合が上がったことが主な原価の増加要因となっております。販売費及び一般管理費の減少要因についてはどちらかというと全四半期で発生した一時的な費用が この四半期では発生していないという点が大きなポイントです。前四半期ではエンジニアの採用と人材採用に関する採用費用が発生しております。また会社の知名度向上等の施策で広告企画等を行っておりまして、こうした費用が前四半期では発生しておりました。当第一四半期では本社移転費用が一時的に発生しておりますが。 ま計画的にコスト管理ができたことからわずかに前四半期では減少しております。四半期のコスト推移についてのご説明です。売上原価は対前四半期で400万ほど増加しております。内訳の詳細を見ていただくとお分かりいただけることと思いますが人件費や経費の個別科目では費用が目立って増加しているというわけではありません。 これは先ほどもご説明しましたが会計上社内の労務費のうちアプリ等の開発にかかる稼働についてはソフトウェア資産として計上しておりまして技術部の人員のリソースの割り当て方によって資産計上であったり費用に計上する分というのが変化するということになります資産計上された分については費用として直接計上されません。に比較して 当第一と四半期においては、自社ソフト開発以外の活動に多くリソースが割り当てられた関係で、コストが増加しております。実際の支払い現金ベースで見ますと、全四半期で大きく変化しているわけではありません。販売費及び一般管理費については、対前四半期で500万円ほど減少しております。 当第一四半期においては本社移転費用として一時的に七百万円ほど発生しておりますが当初計画したよりも抑制した形で遂行できたことから前四半期よりも減少して推移しております概ね計画通りにコストはコントロールできているというふうに認識しております最後に BS に関する状況です。 業績拡大に伴い利益金融機関の借り入れや新たな資金調達は行っておりませんので自己資本比率は前期末より6.3%増加し当第一四半期末で82.7%と前期に引き続き高い財務安全性を維持しております。 以上で第一四半期の決算概要についてご説明を終了いたしますここからは代表取締役秋田に戻りましてアクション計画についてご説明をさせていただきますではアクション計画に関する進捗状況についてご説明いたします当社は2020年のアクション計画として以下の3つの点を掲げておりますまずは 既存収益基盤の拡大です月間利用者数のさらなる拡大やアライアンスパートナー開拓により安定収益基盤をさらに拡大するよう取り組んでいきます。また中長期的にさらなる成長のため新製品への投資既存製品への継続的な投資を実施していきます。最後に短期期と中長長のの成ををバランンスよくコントロールすするるたためめ財務戦略を実現するため 内部体制の拡充を行ってまいります。月間利用者数の増加は必ずしも直接的な収益に影響しませんが、増加のペースを拡大しており、2020年1月末時点で約596万人となりました。四半期における利用者数の増加ペースは過去最高の伸びを記録しました。これは？ 昨年から各キャリアと取り組んできました利用者獲得施策が有効に機能したことが大きな要因です例えば au 向けには昨年からプリインストールでの提供を行っていますしドコモは複数のセキュリティアプリをひとまとめにした統合アプリをドコモが開発し提供しております統合アプリ化によりウイルス対策アプリが欲しいなど 他の機能が目的で統合アプリをインストールされた方でも当社のアクティブユーザーとしてカウントされますので利用者数は増えやすくなりました。モバイル向けフィルタの成長率の打ち明けについてです。月間利用者数は過去最大の伸びとなりましたが収益への影響は限定的となりました。これは利用者数が最も多い 固定契約での月間利用者数が非常に多く伸びたためです一方で当事業年度の成長の柱となる月間利用者数×単価のビジネスモデルも順調に伸びており売上成長は計画りりに推移しておりますまた利用者の獲得ペースが加速していることから今後月間利用者数×単価における売上が計画以上の増加となる可能性は十分にあると考えております。 最後に契約者数かける単価の推移につきましては当社見込みの計画通りに推移しており今後の見通しにも変わりはございません当社のビジネスモデルをご理解いただく上では31ページ32ページがご参考になります当社は大手携帯キャリアの基本オプションパックに採用されておりまして今後も安定的に利用者は増加するものと見通しております 既存収益基盤の拡大における第一四案期のトピックです。先ほどもご説明しましたとおり増加加ペースは加速傾向にありますまた au およびソフトバンク向けに提供している迷惑 SMS フィルタ機能の対象がメッセージサービスプラスメッセージも対象となるように新機能を提供いたしました。 サービス対象者者ののの拡大ににに伴い月間利用者数の増加に貢献しておりますす最後に名称自動表示率の改善です当社の迷惑電話フィルタ機能では公開されている事業者の電話番号情報をデータベース化し携帯電話の電話帳に登録されていない番号から電話を受けた場合であっても自動的に名称を表示する機能を提供しております。 データベースの精度向上により自動表示率は92%を突破しました当社はデータベース品質の向上に継続的に取り組んでおり利用者の皆様が安心して電話に出られるように引き続き努力してまいりますアクション計画における二つ目のテーマである将来の成長のための投資についてです新サービス扉本クラウドへの研究開発投資は順調に進んでおります 海外オフィシャー開発を行うなど開発フェーズに合わせてダイナミックに開発リソースを割り当てながら進めており予定通り2020年3月に発売する計画ですなおこの新サービスについては時間をかけて中長期的にしっかりと育てていくプランですので当事業年度における売上のの要求はほとんど見込んでおりません焦らずしっかりと成長させていくように努力してまいりますので 末長い目で見ていただければ幸いですアクション計画の三つ目のテーマである内部体制の拡充についての成果報告です二千二十年一月の株主総会により新たに社外取締役として元マネックス証券副会長の田中美氏を招聘しておりますこれまで当社の社外取締役は公認会計士会計弁護士等の 専門家で構成されておりましたが経営としての経験が豊富で企業統治すなわちガバナンスにおいて造形が深い方をお招きするのが中長期的な企業成長には必要だろうという考えのもと参画していただくこととなりままししたた以上で2020年10月期期第一四半期の決算説明を終了いいすありがとうございました。